こんにちは、カルデアのマスターさん。女神パールバディと申します。こたびは清らかな少女の体を借りて権限させていただきました。私も不慣れな状況ですので、一緒に成長させてくださいますか？ずっとお部屋にいるのは不健康ですよ。一緒にどこかに行ってみませんか？戦力として頼られるのは初めてです。命令いっぱい出してくださいね、マスター。誰かに従ったり誰かを従わせたりとかは、やっぱり信頼関係が大事だと思うんです。あ、私はマスターのことを信頼していますよ、もちろん。あの中東の女神、イシュタルさんですか？綺麗な方ですね。因果的にとても気になります。でもちょっと派手すぎではないでしょうか？自由すぎるのも時には困りものですよね。好きなものですか？もちろん料理です。愛する人への栄養はやっぱり手作りでないといけません。嫌いなもの？どういうわけか、ワカメに嫌悪感を抱いています。嫌ですよね、あのぬめっとしてよろっとしてしょっぱいところ。人類共通の苦手、それがワカメです。聖杯ですか？今の私にはさほど関係のないことですが、そのせいで運命を狂わされた人たちがたくさんいるのでしょうね。そんなにじっと見られると、すみません、慣れてないもので困っちゃいます。精一杯頑張っていますが、その今の私は女神としてすごい力があるわけでもなく、なのにどうしてそんなに優しくしてくれるんですか？もうダメですよ、マスター。誰にでもこういうこと。そうですか、私だけですか？すみません、それはその、戦うための契約だとしても嬉しいです。勇気を出して聞くのですけど、マスター、私が重荷ではありませんか？私、重い女と言われているので、ご迷惑をかけてないかと。物理的な話ではないです、精神的な話ですから。ありがとうございます。私なんかをここまで大切に扱ってくれて、女神パールバディであり依り代の少女でもある、そんな面倒な性質の私ですが、誠心誠意あなたのサーヴァントとして最後までお供させていただきます。あれ、何かが始まってるみたいですね。この服を着てカルデアの賑やかさに包まれていると、ここがまるで学校のような気がしてきますね。私は学校に行ったことはありませんので、これは彼女の感覚に基づいた話なんですけど。私、少しは女神っぽくなりましたか？
信頼とは得難きもの。精一杯努力しますので、これからもよろしくお願いしますね。どうでしょう、似合いますか。この度は定宿に戦いでも裾を乱さない姿を心がけました。本当は桃色の服装が良かったのですけど、それは今の私には似合いませんから。ここまでたどり着けるとは、みんなあなたのおかげです。ありがとうございます。着慣れないはずなのに落ち着く衣装なんですね。どうですか、マスター。
精一杯尽くさせていただきます。戦いの神ではないんですけれど、テキパキと片付けます。女神ですので。はい、そっちですか、こっちですか。届きますように。私だって怒るときは怒りますから。え、本気ですか。てえい、響けアナーハタ。これくらいなら天罰落としますね。感じてください、これが私の天まで届く恋の波動、トリシューラシャクティ。そんな、うん、やっぱり私じゃダメだ。愛の力の勝利です。はあ、強くなっちゃいました。